はい、皆さんお疲れ様です。5連勝してましたが超絶怒涛の3連敗。はい、行きます。はい、めちゃくちゃ強かったです、3人とも。はい、ダルさんからヒット1本も打てずで、2試合目もダルさんからヒット1本も打てたのか分かんないけど、完封、その次に、モサ、打率5割8分のモサに8点コールド。はい、そんな感じでした。終わりです。さあ、ちょっとマジでちょっと打たして、本当に今きついから。なんであんなにさ、俺さ調子よくてさ、あんな調子よくて勝ってたのに、なんで急にこんな負けるんだよ。もうきついって。集中、勝つんだという気持ちを持って沼から抜けるんだ。危ない。ちょっと一回ここはボール球冷静に、そういいよ、自分を制御しろ。はい、いいよ、入んないで。入っちゃってるよそれ、うん、ちなみに今日は実家で撮ってるん でいつ帰ってくるか分かんないというプレッシャーの中やってます。はい、一人なんですけど、今いつ親が帰ってくるか分かんないという状況で今やってて、そっちが気になってしまうかもしれない。そっちが気になって打ててないのかもしれない、もしかしたら。ダルさんからも、あとは寝起き。ああ抜けるか。まあ、あのさ、あの今は関係ないんだけどさ、柳さんのあの上からシンカー落とすじゃないですか。でチェンジアップだと思わせて引っ掛けさせてフライみたいな、あれさ、ボール球ヒットなる確率がもう高すぎて、もうなんならモサあれ狙ってボール球ヒットにするのよね。どうすればいいんですかそれって。それってどうすればいいんですか。もうその配球はするなってことですか。生命線ですけど、その2球種が生命線ですけど、どうやって抑えればいいんですかね。もう無理やりもうキータに2塁打打たれるぜ、引っ張り込まれて。あれ引っ張り警戒にしても取れない。うまい。どうすっかな、ミート打ちにしようかな。ミート打ちがいいような気すんだよな。ちょっと飛びすぎてしまうような気はするね。下手くそ、強振にしよう。強振にします。いや、ちょっと待って、なんか変な感じするな。いや、なんかなんでこんな打てないの、おかしい、マジで。どういうこと。ちょっと待って、ちょっと待った。さあ、やっぱ電気かな上の。はあ、ちょっと待って。いやどうしよう、電気消そうかな。いや、ちょっとこれいつもこうなんだよな、実家帰ってくと。この電気がどうしていいか分かんないんだよな。気にしすぎ、いや気にしすぎだ、そう、気にしすぎ、気にすんな、気にすんな。自分が打てないだけだ、絶対に。打てるときは打ってたから、自分が気にしすぎてるだけ。OK、ツーアウト。福谷さんが強い。ただただ。これさ、絶対入んないでね。OK。あ、振ってくんないんや、それ。振ってくんない、それ。あ、それ振ってくんない、それ。OK、OK。はい。おい、チョン。入っちゃったね。それ入っちゃうの違うね。それ入っちゃうの違う。あ、アウト。あー、木下さんがナイススローイング。じゃあさすがにさよならしよう。高谷頼む。もうミート打ちとか考えんな、絶対強振でいけ。もうええ。いや、ミート打ちでよかったな。これまずいな、これどうすりゃいいんだよ。入ってんだ、入ってんだ、それ。いや
ミートつくか。ここは心折れといこう。折れていこう、ここは。OK。よしよしよし。ありがとう、ビシエド。チームのためにミート打ちしてくれてありがとうね。いや、ちょっとひどいぞ、マジでひどいぞ、バッティング。鵜飼さん、マジさんの初球ついてんね。絶対初球で決める。危ない。 OKOKOK。 よし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 、さよならのチャンス。いや、どの上さん決めてよ、マジで。ここ決めてくれるのどの上さんしかいねえわ。決めよう。よっしゃ、ダメです、どの上さん、ありがとう。いや、皆さん今日もありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。ちょっと短いか、ちょっと物足んないか、さすがに物足んねえか。どうだろう、もう一試合やるか。ちょっとこのもう一試合目がしょうもない試合だったらここで消えます。3、2、1、はい。さあ、しょうもない試合じゃなかったということで、さあ勝てね、いい試合かもしれないね。めちゃくちゃ打ってるかもしれない、この後の俺は。これはちょっと腹が減っちゃ戦はできぬということで。中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお願いします。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。あ、黒糖ミルクのラスク食ってたら怒られちゃった。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を打ちました。ショートを取った。え、そんな詰まる。真ん中だからいつ打ったっていいじゃんね。ナイスバッティン、いいよ。また打率コツコツ上げていこうや。うん、早くね、試合展開大丈夫。ここつって高谷打つから。うわ、高谷パワー詰まってたけどね。ナックルカーブね。オッケーオッケー、ワンシーム。うん、やばい、食ったら覚醒してきた。覚醒してきやばい食ったらめちゃくちゃ打てる気がしてきた今。すごい。いやー、ビシエド昨日に続きホームラン、ありがとうございます。覚醒したな、食ったら。脳みそが覚醒してきた。やっぱ朝ごはんとか食べるのって大事ですね、今思ったけど。まあ、朝じゃないけどね、朝ごはん食べるってこういうことなんでしょうね。活力、いやー強い、雄大さん強い。最近打ててんだよね、動画よく。嬉しいことに。強い、雄大さんが強いんだわ。これもうズドンって三振やろ。うわー強ー、気持ちいい空振り。投げっぷりがいいよね、絶対。ほらね、球威が違うもん、常人とは。投げっぷりが最後。よし、鵜飼さん初球あるかんね、勝ち込むよ。あー、それはね、広角の唯一のデメリット。はい、そうでしたよね、あれ。うん、すっごい、ほらすごいでしょ、堂上さん打球が。
うん、めっちゃキワキワだったね。めっちゃ斬新、それは。そう斬新な配球をすっごいテンポで投げてくる。相手お任せ配球してる、これもしかして取られる。わーわー、全部取られた、取られちゃった、取られちゃった。完全試合だな、これ。雄大さん、雄大さん、これ完全試合やろ。次インコースストレート投げます。あー、うわー、これはインコースストレート投げねんな。これ踏んないで一回 OKOKOK。 ここでこうズドン、これもうびっくりします、早すぎて。うん、ドゥードン、ゲッツや。いやー、皆さん今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。2試合見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。